坪井のツボです。はい、クリオネブルドッグさんからいただいておりますけれども、まあいろいろね、先ほどから、はい、世界の話題やら、うんうん、日本の話題やら、これまた日本の話題でもありますが、地元の話題ともなっております、うん、クリオネブルドッグさんからいただいておりますが、坪井さん、小高さん、お疲れ様でございます。はい、久美子社長自ら大塚家具お詫びセールスタート、最大5割引きもということで、はい、親父さんはこういった時に現れないんですがね、まあ来てもちらちらしいでしょうし、つくづく男は見えっ張りの哀れな生き物ですねと思いますが、それでも久美子社長が、はい、ちょっと一文字抜けてます。久美子社長は、言いなりじゃなくて自分の考えをちゃんと持って実行までできる人になったんですね。親は反面教師として見ていたんでしょうか。まだ独身？立候補してもいいですよ。大変やで、なかなかね。はい、大変やと思います。大変だと思いますよ、付き合いが。まず家に来てもらった時でも、はい、じろっと家具見られるよ。そっから大変やと思うわ、久美子社長とお付き合いすると。おいで、お父さんに挨拶するときに何て言ったらいいんやろうね。ああ、そや。これもね。ああ、お父さんにな。二人の関係微妙なときにね、はい。どんな挨拶したらいいかなとかね。はい。いろいろ。港の知恵さんも、父と娘で経営権を争った大塚家具の大塚久美子社長が、お詫びセールということで、名古屋栄ショールームを訪れ、さっき言った名古屋の話題でもあるの、はい、名古屋栄ショールーム、ここはちょっと行ったとこですね、ここからね。CBC からも近いですからね、はい、うん。訪れたということですが、リスナーの方でいらした方がいらっしゃいますが、どちらにしても今後の大塚家具、いろんな意味で、リニューアルしていくということですが、どうなっていくんでしょうかということで、知り合いも行ってました、ここへね。行きました。行きました。はい、うん、あんたは行きもしません。行きません、はい、その知り合いだって何も買わずに帰ってきたもん、ね、本当に、はい、やっぱね、あの半額になっても高かったらしい。でも半額で買えるいうのはもうチャンスですよ、あんた。これがだからあの上手なところっていうかね、はい、あの私たちもあの騒動の時に、まあなんかおめでたいこととかの時に買う家具にあんな騒動されては買う気にならんわねとかって言ってましたけど、はい、半額って言われるとちょっと行ってみたくなるね、はい、うん、上手ですね。でも行ってみたいけど、うん、やっぱ半額でもこんだけかいうことで、そう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 、でこれを半額で買える人は金持ちはどんなことしても得するないですよね。そうですよ。100万円のものが半額で50万円だと、はいはい、確かにすごい値引きですよ。はいはい。そりゃまあ、あら、まあ、100万円のベッドが50万円買うわ、いうお金持ち様いるでしょうけど、はいはい、そもそも50万円。そもそも50万円のベッドをどうしようか。買うわ、いう私らもおるわけでね。こちらの方は、よし、改めさんからいただいておりますが、お詫びセール、各店舗も大盛況となりました。久美子社長にちなんだ、うん、あのね、あと50万円のベッドを言いますけども、久美子社長にちなんだ、久美子935000円、93万5千円、はい、はい、という家具も、あの値段もあった。そうそうそう、これはベッドがね、元値がね、うん、160万ぐらいだったんです、確か。160いくつ、うん、それが、これだけか。93万5千円。100万切りましたやつやね。あの値段が、ええ、はい、うん、ほんでも、はい、結構すぐ売れたらしいですよ、久美子ベッド。やっぱりな、顔したもんだよね、はい、なきにしもさんからいただいておりますけれども、なんかそれ以前に買ってしまった人、なんや値引きセールすんのか、要はありません、バーゲンセール、うん、はい、あの、今日からバーゲン、昨日買ったのに話あるやん、時々、はい、でこういう大塚玩具だってこういう人いるはずや、うん、ね、なんか、それね、買ってしまった。お詫びセール以前に買ってしまった。うん、人もね、電話がかかってきて、1割やら、1割やら2割やら割引かれたみたいですよ。あ、昨日買ったのに、うん、って言ったら、じゃあもうちょっと引きましょうと。そう、引きましょうという、はい、そういうサービスもするわけ。あと、坪井さん、うん、名古屋私も行ってないか分かんないけど、うん、テレビで見ました。コーヒー飲み放題。あ、そう。うん、ガーベラももらってたもんね、社長から。あ、これガーベラについてはね、うん、野風姉さんからいただいております。ガーベラを一輪ずつ渡してお出迎え、はいはい、ガーベラはいろんな色があって華やかで可愛いけどお値打ちだからね、さすがですよ、選んだ花がいいですよね、バラではないところがいいです、うん、カジュアル路線っていうのが合ってますよね、ガーベラ、うん、可愛くてね、カジュアルで、はい、そうなんですね。でガーベラの花言葉もいつも前に進め、あ、そうなんだ、戦いに挑めという、そうなんだ、そういう花言葉の花をそっとお客様に差し上げて、うん、
バラよりもちょっとカジュアルで、はい、しかも花言葉もあってて、うん、ここが細かいとこや。ね、あの社長の、はい、ね、インタビューで父親とは仲がいいと聞かれて、普段は仲いいんですよと言っておりました、うんうん、そのニュースを見たうちの娘、嘘ばっかりや、仲いいわけないじゃんと言って出かけていきましたまああれ以来話はしてないらしいですけどね、うん、あの、うん、この娘さんの言うように、僕もその仲いいとは思いませんけれども、あの仲がいいですよというところが久美子さんのキャラクター、うん、親父の方はあの悪い娘を悪い娘を産んでしまいましたっていうのが親父さんでありますので、はい、こういったところもなんか分かれて、まあ、印象としてね、分かりますね。猫の耳、猫耳パンダさんからいただいておりますが、テレビで久美子社長の顔を見て、何か眉毛の引き方が今一つ決まってないなという気がしましたと細かい深いとこまで見てますですよね。はい。はい。まあ、いろいろこうね、あったぞという話題の家具屋さんでございます。